皆さんこんにちは。音楽家で呼吸研究家の宮浦清です。スマホで音楽呼吸ブレイク、今日24回目なんですけれども、今日のテーマはフレイル対策第1弾ということで、舌の力を取り戻す音楽呼吸というテーマでお届けしていきたいと思います。それではこちらちょっと見ていただきましょうか。舌の力を取り戻す音楽呼吸というわけなんですけれども、このねフレイルって言葉、最近耳にしたことある方結構いらっしゃるかと思いますけれども、後ほどゆっくりお話ししていきたいと思います。音楽だから楽しくできて続けられる健康法、それが音楽呼吸法なわけなんですけれども、まず今日のテーマ、フレイルって何って、これはですね老年医学、高齢者の医学の中でヨーロッパ、英語ですよね、英語の世界で使われてきているフレイルティという言葉があって、これは老衰とか脆弱ということを意味する言葉なんですね。それでこの言葉がどういうことを意味しているのか、フレイル、これは健康な状態、私たちが今こうね、普通な状態、健常者とかって言いますけれども、普通な状態、これ健康な状態と言ってみましょうか。その状態から要介護の状態、これね当然お年寄りになって、こういう状態に当然なっていくわけですけれども、これの経過期、この健康な状態から要介護な状態になるまでの間のことをフレイルっていうわけなんですね。それで、日本老年医学会が2014年に提唱したこのフレイルという言葉なんですけれども、これは加齢によって、クオリティオブライフ、生命力が低下してきてしまうんだと。でもクオリティオブライフの維持向上は可能だ、それがフレイル期、フレイルの、その経過期のことを意味しているわけなんですね。でフレイル期をほっぽっておけば、もう要介護の状態に間もなくなってしまうわけです。じゃあフレイルの特徴って何なのか、これ老年医学会が提唱した、定義であるわけなんですけれども、一つ目が、体重が減ってくるってこと、二つ目が疲れやすくなる、何やるのもめんどくさいっていう感じで、三つ目は走行、歩くスピードが低下する。それとね、私は思うんですけれども、歩くスピードが低下すると同時に歩幅が小さくなっちゃう、これもねこの3つ目に入るんじゃないかなと思うんですけれども、それと握力の低下、これよく言われるのがペットボトルとかが手で開けられなくなるということは握力が低下しちゃった、これがフレイル状態って言われてるわけなんですけれども、それで5つ目が身体活動量の低下、気力の低下とも言えると思うんですけれども、この5つのうち3つが当てはまったらもうフレイルなんだと。で1つか2つ当てはまり始めたらフレイルになりかけてきたっていうふうに一応言われてるわけなんですね。でまとめて考えてみると、フレイルな状態になるっていうことは運動機能が低下したり認知機能が低下したりっていうことが、フレイルになる、大元にあるわけですけれども、最近この中で特に言われているのがこれなんですよ。口腔機能の低下、口腔っていうのは口の周りですよね、唇も含めて喉、口から入る肺、消化器も全部含めて口腔、これを口腔って言いますけれども、口の機能が低下してくることがフレイルに近づいていく、やっぱり大きな原因だって言われてるわけなんですね。それで今日の話、舌の重要性というところになってくるわけですけれども、これ面白いんですよ。人間は手が使えるわけですよね。で手が使えない動物がいるわけなんですけれども、もちろんね手でこう引っかいたり
それこそクマなんかこれでガーンってこう攻撃したりはするわけなんですけれども、人間のように手で何かを細かいことをしたりってことは動物はまずできないわけですね。それで手が使えない動物は手の代わりに口や舌を使ってるんですよ。カメレオンなんていうのはもう餌を取るために舌がピューって伸びて取ったりするわけですよね。あと、猫とか犬とか赤ちゃんを口でこう加えて運んであげたり、口とか舌を使う。それでね、一つ面白い言葉、これ喉から手が出るほど何とかが欲しいっていう言葉が日本語にもあるほど、もうね喉から手が出てこう取りたいということは、舌っていうのはある意味手と同じ機能を持ってるぐらい重要なものなわけなんですよね。はい、それで動物にとっては口や舌は手の機能をある意味果たしてるってことにもなる。それぐらい舌は重要なんですね。で、舌の機能が低下したってことは、これは舌筋って言いますけども、舌自体がもう筋肉なわけですから、舌筋の筋力が低下したってことで、舌筋の筋力が低下すると嚥下機能が低下して誤嚥してしまったりとか、あとね、言葉が喋りづらくなって面倒くさいから言葉を喋れなくなっちゃったりとか、言語機能が低下したりすることにつながる。それで今日の、舌の力を取り戻す音楽呼吸、どういうことをやるかっていうと、舌の運動、上下左右旋回とかって言ってるんですけども、舌をこうえって出すのはちょっと、もちろん出すのもあるんですよ。でも今日やるのは舌は外には出さない、口は閉じた、あるいは軽く開けてもいいんですけども、舌をほっぺだとか上下運動したり、上顎下顎の間を左から右、右から左、このワイパー状態で舌もって動かしたり、あとは回転、旋回、って左回しだったり右回しだったり、こういう運動を今日はやってきます。ちょっとよく見ると、まずは、上唇と、歯茎の間に舌を置いて、それをこうワイパーのように左右に動かす。で、これ舌も左右に動かす。それでほっぺに舌をツンって立てて、上下逆も上下、そして、舌を旋回する、逆回し、これが、舌の運動になるわけなんですけれども、私も、舌今は、こういう運動しょっちゅうやってるんですけれども、前ね、こういうことをあんまり考えてなかった時、今よりもねはるかに滑舌が悪かった。今この舌の運動をしてるんで、この言葉の歯切れっていうんですかね、それがね、うまく上手になったのかなっていうか、気が配れるようになったっていうこともあると思うんですけれども、ただしね、舌を動かすのって結構疲れます。それなんで今日の運動は皆さん、疲れるかもしれないけど上手にやってみましょう。これをね、4小節息を吐きながら舌を動かして、1小節で息を吸うというパターンで、今日も、皆さんと一緒に番組アシスタントの一ノ倉うららさんがお手本を見せてくれますんで、画面を見ながら皆さんも一緒にやってみましょう。はい、じゃあフルサイズで舌の力を取り戻す音楽呼吸、舌の運動のエクササイズやってみましょう。1ですから、で鼻で吸って、口回すんで息を吐くときも鼻で吐いて構わないと思いますよ。はい、やってみましょう。まず上ワイパー、歯茎と上唇の間に舌を持ってって、上ワイパー、今度下ワイパー、上ワイパー、下ワイパー。
ほっぺ上下、逆側、力む必要ないですけれども、しっかりとほっぺたに舌を当てる。いかがでしたでしょうか。今回は舌を使ったトレーニングと呼吸になりますけども、私も今回やってみてかなり舌が疲れました。俳句っていう時はこう舌を動かしている時に息を吐く、結構忘れがちになりやすいので舌が意識しやすくなってしまうので、これを忘れずに、やってみてください。特にこのフェイスラインがこう引き締まったり、あとは誤嚥性が治ったり、あとは滑舌が良くなったり、いろいろと要素が出てくるかと思うので、朝晩ストレッチで試してみてください。また来週も見てくださいね。さようなら。はい、いかがだったでしょうか。舌の運動ね、これはね非常にいいです。それでやっぱりね、あれ誤嚥しなくなる、舌がきっちり動くようになると、前も言ってますけれども、誤嚥してしまうというのは、ものを飲み込む時に喉がしっかり舌の筋肉で閉じきれてなくて、気管の方に水とか食べ物が間違って入っちゃうってことですから。で、まあ舌筋、舌の筋肉を鍛えることでもって、その喉をきっちり塞ぐときにはピッて塞いでくれる。これがね、誤嚥を防ぐために舌をトレーニングする重要なポイント。あと滑舌ですよね。はい、それでは今日の心得、フレイル対策は早めにやりましょうっていうことね。本当にやっぱり介護、要介護に最後は仕方ない、でもなかなかそう簡単にはなりたくない。もうフレイル対策を早めにやって、まあ、健康寿命を伸ばそうということですよね。練習ポイント、舌の旋回運動、これ難しいんだけども非常に重要です。 One more thing、 言葉の滑舌に活かせるってこと、それと口元や喉の美容にもいいですよっていうことに、まあ、なるわけですね。
はい、じゃあチャンネル登録はこちらの右下にあるこのマークをやっていただければチャンネル登録できます。それと、この1月からアンチエイジング音楽呼吸法のオンラインセミナーが始まってます。こちらの、スケジュール表にきっちり全部書いてありますけれども、体験会、初級インストラクター、中級インストラクターそれぞれありますので、皆さんもぜひオンラインでのご参加お待ちしております。アンチエイジング音楽呼吸法セミナーの予約、日程、問い合わせはこの QR コードからもできます。で、体験会は一般の人向けのセルフケアですよね。で、要介護にならずにフレイルの状態からまた健常な状態に少しでも持っていこうということに役立てるかなと。あと初級インストラクターはすでに音楽の先生、ウェルネスの先生、健康美容、介護、医療、リハビリで働いている方が音楽呼吸法のコンテンツをお仕事にお使いいただけるという、ポジションですね。で、中級インストラクター、これはもう音楽呼吸法のトレーナーに、本当のトータルなトレーナーになりたい、指導者になりたいという方向けです。はい、舌の力を取り戻す音楽呼吸、音楽だからできる、新しい健康生活なわけですけれども、今このね、音楽呼吸健康クラブっていうものを立ち上げてます。もうこの呼吸運動、音楽を使った生命力のアップの運動、これはね、私も本当に社会運動もうね、そういうものだと思ってて、一歩一歩進めていきたいと思ってます。で、いろんな方がそれに共感してくれる方もいるし、すでにそれをもう取り組んでおられる方もいる。で、そういう方たちと一緒にこの音楽呼吸健康クラブという、ものを立ち上げたので、皆さん一緒に、力をつけて前に進んでいきたいと思ってます。興味がある方はこちらの方にメールでもいただければありがたいです。はい、今日の24回目、フレイルって言葉を今日初めて使いましたけれども、やはりね、もうこれから高齢化先進国日本、このフレイルをどう対応してくれるか、これはもう本当にね、世界の見本になるべき、国なわけなんで、いろんなこと、いろんな方面で工夫しながら、これを進めていければな。その一つのソリューションとして、音楽呼吸法を私は提案していきたいと。どうもよろしくお願いいたします。はい、それでは、皆さん、また来週。